くたどり着いた隣町、すでに僕の担当区域外となる場所だな。ずいぶん遠くまで来る羽目になってしまった。今日のうつろの夜、間違いなくこの辺りで発生するだろう。誰だかわからないが、それに乗じて相当な手だれが何かを企んでいる。ここでの僕の目的、役割は、すでにこの地に潜入しているオリエ・バラーディアと、もう一人、オン敵エリカ・ワーグナー、この二人の存在を確認すること。って、なぜ倒そうとする相手を守らなくちゃいけないんだ。いくら我らリッターシルトがリヒトクライスの会に位置する組織であるからといっても、そこまで面倒を見る義理などないはずだ。力量を確認し、可能であれば交戦し、その安全は保証しろか。まったく、上も無茶を言ってくれる。しかし、こんな無茶を重ねでもしない限り、リヒトクライスと私たちリッターシルトの腐った従属の歴史は変えられない。やるしかないというのは分かりきっていたことなのだ。さて、考えにふける時間もなくなってきた。深まる夜へ向かうとしよう。リッターシルトの一念が作り出した最強のインバース、ロンドレキアライト、今日までの歪んだ歴史を必ず変えてみせます。見ていてください、アーデルハイト様。この力で終わらせてやれ。これも僕の任務だ。ファーストフロー、ディバイド。権限の…うわぁ、これ、ロスシークエンス。まだだ、行け。まずい、これ、ファーストフロー。ゾンビメン、ハリッツよ。すごい、この権限の…さあ、行け。まずい、ロスコーナー。まずい、ゾンビメン。まだだ、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 まだだ。あきらめが悪いね。いいな、ロンビメン。見てねえぞ、こんなの。セカンドクローン、ディバイド。全身やるじゃねえ。これよ、やらねえ。大変見せる。これからいけ。まず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 いけ。飲まれろ。ここだ。クローンでまだだ。こんなまだだ、まだだ、ブレスダウン。こんなとこで、これに来れたら、ウィナー、ロンドレキア。なかなかお見事な腕前だけど、その腕もう少し磨いておくべきだ。素質はあるのだから、真面目に修練を積めばすぐに伸びる。厄介なのが現れたな。これも僕の任務だ。ファーストクローン、ディバイド。よっ、氷の旅を。よっ、はぁ、詰める。クランク、爪が満身。最後のトレーニング、逃がす。よっ、かじよ。詰める。クランク、最後はこれ、いい打ち込みだ。よっ、はぁ、諦めが悪いね。ウィナー、ロンドレキア。セカンドクローン、ディバイド。手ごわい。ガンバ。まだ、いい打ち込みだ。いけ。手ごわい。これくらい。爪が前。いけ。はっ、次に行って。よっ、はい、出す。爪が前、爪されただけだ。手ごわい。爪が前、これくらい。よっ、これロスシークエンス。
ウィナー、ロンドレキア。どうだい、その中にいる気分は。なかなか涼しくて快適なものだな。数名と交戦して確信が持てたが、やはり個体それぞれの戦闘力は大したことはないな。そうと分かれば、なんとかしてこの地に関わる情報を聞き出したいところだ。誰かこの近くに能力者は。ちょうど遠くから声が聞こえてくる。少々話を聞いてみよう。姿が見えてきた。あれは女性が二人か。参ったな。僕は女性が少々苦手なんだ。原因は言うまでもなくあれなんだが、しかしこの状況、相手の襟好みもしていられまい。すまない君たち、少々尋ねたいことが。ああ、なんだお前。ん？私たちですか？何ですか？ああ、ひょっとしてあれですか？ルーキーさんですか？ナナセ、近づくなっつーのよ。こんなおとなしそうな顔してしれっと近づいてくるやつは絶対あれだ、あれ。あれ？あれあれ？外人さんが日本に来る番組だ。今これって収録中ですか？ナーナーセ、あのな、これは違うっつーの。ナンパだよ、ナンパ。裏若き私たちを取って食おうってんだよ、この男は。最悪の下道だわ、下道。マジ下道、腐れ下道。本当に下道なんですか？このノリだ。僕はこれがダメなんだ。僕は決して怪しいものではなくて、少々尋ねたいことが。怪しいものってのは自分を怪しいですなんて言わないっつんだよ。だいたい尋ねたいことってなんだ？私たちの番号か、メアドか、 LINE での ID か。そんなことを聞くためにわざわざ日本まで来たんですか？すっごい努力家です。頭が痛くなってきた。よし、ちょうど七瀬と私とどっちが強いかって話してたところなんだ。お前、私たちのどっちが強いと思う？強いと思った方と戦って勝ってみるんだな。何を言ってるんだあなたは。勝ったらある程度何でも答えてやるってんだよ。それならいいだろ、この夜っぽくて。私と七瀬とどっちが強く見えるか客観的判断も下せて一石二鳥ってもんだ。なんだか唐突でよくわからないが、これはチャンスだ。問題はこの二人のどちらと戦うかだが、どちらにお相手いただいても構いませんよ。だけど二人ともというのはご容赦願いたい。倒れた方を運んで帰ってもらわないといけないんだね。ほう、勝てる前提か。そういう勝ち気な野郎は嫌いじゃないね。じゃあ七瀬、ここは私が行かせてもらおう。ずるい先輩。こういう時は年長者に譲るもんだ。だいたいお前にさっき一回譲ったろ。そこでゆっくり私の強さを見てるんだな。そうですけど。おい、じゃお堅そうなお兄さん、一丁お手柔らかに頼みますか。まこっちは柔らかくする気はさらさらないんだけどね。ええ、
それで全く構いません。それより、ある程度何でも答えようという先ほどの言葉、あなたにはそれを忘れないでいてほしいものだ。ファーストクローズディバイド。少しずつ積み重ねていく。ウィナー、ロンドレキア。セカンドクローン、ディバイド。ウィナー、ロンドレキア。なかなかお見事な腕前だけど、その腕もう少し磨いておくべきだ。素質はあるのだから、真面目に修練を積めばすぐに伸びる。ファーストクローズディバイド。危ない。ハリスティングル。ブロークが効くよ。リカバリー。ということは、ハリスティングル。タブリーム。チャンジクイドム。レベルアンゲルシ。チャンジコルジャー。接近を。こんなものではないだろう。ウィナー、ロンドレキア。セカンドクローン、ディバイド。危ない。ミドルブレーディング。チェックね。トリコババが上がる。ババが発射。ダックルプラバレオフラットスピン。セコンドも個人的に言うのなら、こんな喧嘩みたいなの好きじゃないんだけど、危
険なものを野放しにもできなくて許してくれ。神羅万象、命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズディバイド、トリッパ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 リッ遅い、捕らえられない、こう、それで逃がす、こっちだ、うわ、少しずつ積み重ねて、ウィーナー、ロンドロッキア、セカンドクローズ、ディバイド、なかなか、くだ、生きてる、スタンドを去らせる、氷の髪を。くだらん、ハイドロブレーディング、くだらん、捕らえられない、口で闇に貫く脅し、終わらせる、最後の戦遅いぞ、なかなか、くだらん、かけこう、遅い、こう、じゃなかった、捕らえられない、ウィーナー、ロンドレキア、なかなかお見事な腕前だけど、その腕もう少し磨いておくべきだ。素質はあるのだから、真面目に修練を積めばすぐに伸びる。この気配、さぞや強者がおるのだろうと思えば、またひょろひょろの小僧とはな。柳の枝が歩いているのかと思ったわ。まったく、この地にはもっと骨のあるものはおらんのか。驚いた。もののけの類が姿を現したのかと思えば、どうやら人であるようだ。どの…ほう、我が身を屈強とは少しは見どころがあるようだな。我が名はワレンシュタイン、今は宿として生きる者よ。お主は何者だ。ワレンシュタイン、宿、それじゃまさかあなたは。ん、わしを知る者か。名が売れるというのも考えものだな。かつてリヒトクライスより離れ、敵将に組みし、アーデルハイト様に男は使えないという深い心の傷を残し、我らリッターシルトを今のような状態に追いやった原因、その張本人じゃないか。迂闊だった。まさかこんな形で遭遇することになるなんて。いや、割り切るんだロンドレキア。そんな遥か大昔のことを引きずって考えても仕方あるまい。強くなるきっかけを与えてくださったこの方に逆に感謝をしようじゃないか。何をブツブツ言っておる。お主とどこかで出会ったことでもあったか。いや、改めて名乗ろう。僕の名はロンドレキア・ライト、異国の組織リッターシルトの誇る最強の戦士。
この名を相手に不足はあるまい。おお、リッターシルトか。他の者たちと違い強き意志宿す瞳だとは思っていたが、なかなかに面白い素性よ。最強の戦士とは素晴らしい響きよの。だが口では何とでも言えるもの。技量足らぬ退屈な相手であれば容赦はせるぞ。リヒトクライスを乗り越え長き呪縛を解くために訪れたこの町、このような大物が待ち構えていようとは、これ以上のついではあるまい。伝説の武神ワレンシュタイン、いざ尋常に勝負だ。ふん、何か気にかかるセリフがいくつか聞こえたようだが、そのようなサジなど吹き飛ぶほどに高なる相手よ。一人の武人として貴様の襲来を歓迎しようぞ。行くぞ小僧。ファーストクローズディバイド。ガンガン惜しいな。ガンガンハイドロブレーディング、ここ惜しいな。ガンガンハリッピング、ガン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 、少しずつ積み重ねていく。ウィナーロンドレキア。セカンドクローズディバイド。ここまでだ。これ以上の無駄な抵抗はやめておいてくれ。君には少々聞きたいことがある。おとなしく答えてくれれば手荒なことはしないよ。どんな能力だろうと凍らせよう。ファーストクローズディバイド。仕上がらないよ。
ウィナーロンドレキア、セカンドクローズディバイド、よく見たら甘いか、それで攻撃ウィナーロンドレキア、我が氷の棺に抱かれ永遠に眠るという、氷中に咲く美しき一輪の花、決して溶かすことなどできない。風が騒がしいな。凍らぬものはなし。ファーストクローズディバイド、今のはダウン、今のはダウン、今のはダウン、俺オタリトライトシミュレーション、こっちだ、ダウン、ダウン、ダウン、俺オタリトライト、ダウン、俺オタリトライト、ダウン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 、少しずつ積み重ねて、ウィナーロンドレキア、セカンドクローズディバイド、ミレニアカウント、カウント、ミドルブレーディング、今のはオフカウント、オレオタリスライド、カラオレオタリスライド、シミュレーション、こっちだ、行け、今のは惜しかったな、やめ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 、運が悪いのはお互いさ。ゴルゴン、サードクローズディバイド、オタリスライド、クライナー、オレオタリスライド、シミュレーション、クオラス、ありがてえ、それでまくしたてくやるな、ダウン、それでやるな、ダウン、これで終わりか、これで終わりか、これを今のは惜しかったな、ダウン、今のは惜しかったな、ブレイクダウン、ウィナーロンドレキア、危ないところだった、こんな偶然の勝利なら喜べたものではない、この勝負は預けておく、次こそ完全なる決着をつけよう。あなたはそういう意固地なところを直していかないと。ふん、お前こそ
そういう手ぬるい感情を正していく必要がだな。あれはオリエ・バラーディアとエリカ・ワーグナー。なんということだ。しかし一体どういう状況なのだろう。こんなところで口論をしているなんて。仲間割れなどという深刻なものではない様子だが、お取り込み中のようだが、すまない。あなたは僕の名はロンドレキア、ロンドレキア・ライト。この名だけで十分でしょう。リヒトクライスの赤騎士エリカ・ワーグナー、そしてオリエ・バラーディア。リッター・シルトの秘蔵子、ワーグナーに対するがために育てられてきたもの。噂はよく聞かされていたが、お前が張本人か。なぜこのような場所に。それは愚問です。来たる決戦の時を目前とした下調べですよ。我が力がワーグナーにどこまで通じるか、その試し切りといった方が分かりやすいか。愉快な語りだな。どこまで通じるかだと。微塵も通じまいよ。いいだろう。噂ばかりを聞かされ少々目障りだったところだ。力の差を明確に分からせるため、この場で消し済みにしてやろう。ストップ。事情はよくわからないけど、二人とも待ちなさい。リヒトクライスの仲間同士でそのような物騒なこと、許すことなどできません。リヒトクライスの仲間、この男がか。笑わせるな、オリエ・バラーディア。その通りです、オリエ・バラーディア。戦いの機会も与えられず、このまま引き下がれなど到底納得ができないこと。とにかく喧嘩なら一旦私が引き受けます。あなたたちが剣を交えたらただでは済まないことになる。それだけは認められません。ではあなたに勝利することができれば、彼女との戦いを認めていただけると。そういう解釈で良いのですね、オリエ・バラーディア。ふん、オリエ・バラーディアよ。勝手なことをしてくれるものだな。言っておくが、この男つ、ええ、分かってる。だからなおさらあなたを先に戦わせることはできない。後のことは頼んだからね。では赤騎士との戦いをかけて勝負と行かせてもらおう。リヒトクライスのイグゼクター、オリエ・バラーディアよ。ファーストクローズディバイド。やります。ハイドロトレーニング。セカンドクローズディバイド。行きます。
ウィンナーロンドロキア。リヒトクライスのものといってもあなた個人に恨みはないんだけどね。いささか感情的になってしまった点は謝っておくよ。僕もまだまだだな。オリエ・バラーディア、フィフス・イグゼクターと侮っていたが、さすがはリヒトクライスのもの。意外に苦戦をさせられたというのが正直な感想ですよ。オリエ・バラーディアめ、この男の手の内を少しでも私に見せるためわざわざ余計なことを。お前はまあしぶといお前のことだ。死んでなどいなかろうがな。さあこれで邪魔者はいなくなった。この場に立ち残るは我ら二人。今度こそお相手いただきましょうか、レディ。ああそうだな。鬱陶しい邪魔者も消え、存分に戦うことができそうだ。お前のその腕前を見るに退屈はしないで済みそうだしな。アーデルハイトの顔を立て、こんな小さな島国まで来ておとなしくしていたが、能力者たちのレベルの低さに嫌気がさしていたところ、謹慎中の身ゆえ本来の力は出せぬが、それでも貴様に敗れるなど考えられぬことよ。本来の力だった、そうか、エーギスなるほど、ならそれでも構わない。まずは今のあなたの力を見せてもらうとするよ。勝つのは私たちだ。次に言い訳のできぬ状態であなたと戦えるのなら、それでも十分というもの。リッターシルトか。我らとの今の関係が必ずしも最善の状態ではなかろう。それを正そうと夢見る者を潰すなど少々胸が苦しいものだが、我が一族の魂たる炎、その程度で吹き消せるなどと思われるのも尺なのでな。その思い上がり、灼熱の地獄で骨となり後悔するがいい。ええ、こちらとて望むところです。その長きにわたる慢心、氷の棺に抱かれながら沈みゆくといい。あなたの赤き炎がついえるか、我が氷の意志が溶け落ちるか、勝負。ファーストクローズリバイド。いくぜ、駆け抜けない。まだだ。それで終わりか。レガー、キッケチラ、キリカ、避けろ、ほら、落ちる、キッ、セカンドクローズディバイド。キリソアンカシサビオハッハッキリソオープンファイル、リドルフェーディング、やらせてハッ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 、やらせて、それで終わりです。カンセーカー、ほらハッハッ、落ちるハッセーカー、カンハッハッ、ほらハッセー、落ちるもう立ち上がらない。ウィナーロンドロキア。サードクローズ
リバイド。まとえ！それ悪くない。感激開始する。それでそれでその手キッキリと避けろ。ほら落ちろ。輝け。やって。その手ミドルブレーディング。すべてやっ切り取っ。そこかほら落ちろ。ひょごめんバッケンモード。やっと感激開始だ。捕まえて燃え尽きろ。まだだ。これか穴どっちが来い。ミエスハッハッバイトバイトバイトその程度ハッハッブレイクダウン。ウィナー、ロンドレッキア。我が氷の棺に抱かれ、永遠に眠るという。氷中に咲く美しき一輪の花、決して溶かすことなどできない。なんとか勝利を収めることができた。不完全であるとはいえ、リヒトクライスの魔人ワーグナーの家筋の者に大口を叩いた割に、こちらも満身創痍だ。紛れもなく僕の勝利だ。これに異論はあるかい。リヒトクライスの赤騎士エリカ・ワーグナーよ。くしゃくな。まだ勝負はついてなどいなかろうよ。認めてはもらえないか。それもまた良い。あなたもまだ立ち上がれるようだし、それなら今回の勝負は引き分けにしよう。なんだと？ふざけたことを。この勝負、次の機会に持ち越しということにしよう。赤騎士様がそうやって悔しがってくれるのは実に気分がいいものなんでね。貴様、次の夜を覚えていることだな。必ず。ああ、次の夜に再び必ず会おう。今度は僕だけがチャレンジャーではなく、両者チャレンジャーとしての勝負だ。次こそ本気の赤騎士と戦えることを祈るよ。もうこの辺でいいだろうか。できる限り心理的なダメージになるよう強がってみたが、実際は紙一重の戦いだったからな。さすがは赤騎士というほかない。勝利に浮かれ少々言い過ぎてしまっただろうか。まあ、僕たちは長きにわたり虐げられてきているんだ。これくらいのことは言い返しても罰は当たらないだろう。我らが悲願、打倒リヒトクライスへの第一歩だ。とはいえ、僕の力は赤騎士に対して磨き上げてきた力。彼女の力は僕に限定しない、誰もを等しく焼き尽くす力。この差は大きい。その上で今の赤騎士はいつものエーギスを身につけていない。あれでは本来の力の半分も出せているのか疑問だ。次こそが本気の炎というわけだ。浮かれるのはまだまだ早いってことだな。さてと、それじゃあ早速戻って本部にこの戦闘の報告をしないと。我々の力はワーグナーに十分通じたとね。アーベルハイト様にこの勝利が届くといいな。リヒトクライスとリッターシルト、互いに正しく協力できる日が一日も早く来ることを願おう。もともとは押し付けられた面倒な任務、虚無探しに山へ行かされたのが始まりだったけど、
赤騎士との接触という大きな収穫を得ることができた。これも何者かの企みで、僕はその者の手のひらの上で動く駒の一つなのだろうかな。まあそれでもいいだろう。動かなくては事態は変わらないのだから、せいぜいみっともなくあがくとするさ。次の夜に向けて、そしてリヒトクライストの歩み、我らリッターシルトの夜明けに向けて。ゲームオーバー。